ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。はあ、お寿司ってどうしてこんなに美味しいのかしら？海って神秘よね。美味しいだけじゃなくて、クリオネとか人手とか可愛いものも多いし。幽霊船とかな。あと、海に沈む夕日ほどロマンチックなものはないしね。謎の黒い煙とか、正体不明の音とかな。ちょっと魔理沙、そんなダークなものばかりあげて、私のいい気分を。私は海の真実の姿を霊夢に知ってほしいだけだぜ。海にまつわる様々な謎が、実は現代でも解明されていない。例えばどんなの？というわけで今日は、未だ解明されていない海の謎、について解説していくぞ。ぬぬしながら聞いてあいわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、アップスイープ。未だ解明されていない海の謎、一つ目は、アップスイープだぜ。アップルジョブズ？これは、海の中で繰り返される謎の低周波音のことだ。一体どんな音？短い間隔で、キュイン、キュイーンって、低い音から高い音に移っていく、っていうのが繰り返される。でも振り返ると、そこにはクジラも船もいないんだぜ。キリー。確かに海でその音が聞こえたら不気味かも。一体どこでそんな音が？大体、オーストラリアと南アメリカの中間あたりで聞かれることが多い。ただ、どこから出ている音なのかというのは不明なんだ。その音って、そこへ行けばいつでも聞こえるの？いい質問だな。聞こえはするが、実は季節によって聞こえ方が違うんだ。季節に合わせた歌を歌ってくれるとか？お昼の放送じゃないんだぞ。大体春と秋に音量が最大になると言われている。ただこれも、音そのものに変化があるのか、季節によって音の伝わる条件が違うからというだけなのか、そこのところが明らかになっていないんだぜ。しかも近年、この謎の音が弱くなっているという報告もある。人類が後先考えずに聞きまくるから、音が滅びかけてるのね。反省しなくちゃ。どういうメカニズムだ。ではこのアップスイープが、どういう経緯で知られるようになったのか見ていくぜ。ぐんぐ。このアップスイープが初めて公にされたのは、1991年のことだ。発表したのはアメリカ太陽気象庁で、ソーサスという名前の、水中マイクによって録音されていたんだぜ。そのマイクってどういうもの？これは水中に沈められたマイクで、ソ連の潜水艦の位置を特定するなどの目的で導入されたものだぜ。当時は冷戦が終わる寸前という時代だ。割と新しいのね。ジョニー・デップが、両方両方言ってた時代からあるのかと思ってたわ。それがよくわからないんだ。ほう、あくまでも公表されたのが1991年というだけで。アメリカ軍は水中マイクの運用開始時点から、この音の存在を掴んでいたのかもしれない。だとしたらどうして隠すの？それは、この水中マイクが軍事目的で作られたものだからだろうな。アップスイープの存在を公表したら、当然、どうやってそれがわかったんですか？ってことになり、マイクの存在について話さざるを得なくなる。だから秘密にしてた上、それ以前にも謎の音を、少なくともアメリカ軍は知ってた可能性があるってことね。こういう、一般には公表されてないけど一部の人たちだけ知ってる真実って、他にもありそうね。宇宙人の存在とか、この世界はシミュレーションに過ぎない証拠とか、あと、霊夢の正体とかな。私は普通の人間よ。この手で自分の体を触ってもおかしなところは何も。でも体も実在するといいけどな。またえ？まあともかく、このアップスイープの正体についてはいくつかの説が提示されている。例えば？火山性微動によるものだとか、船の出す音だとか、あるいは海の中に住む生物が出しているのか。私は断然、クジラ説を推すわ。なんだかロマンチックだし。2、ベーチモ号。では次行くぜ。未解明の海の謎二つ目、ベーチモ号だ。名前が月餅餅みたいで美味しそうね。餅と餅って同じ意味だけどな。これは、1914年から使われ始めた交易船だ。アラスカ北岸を航行していたところ、氷に行く手を阻まれた。しかし放棄された後も、燃料もクルーもなしで数十年間海をさまよい続けたんだ。つまり幽霊船ってこと？ガクブルガクブル。どうして燃料もクルーもないのに漂流し続けていたのか、なぜある時から姿を消したのか、そして今どこにあるのか、謎は尽きないんだぜ。そもそも、どうして船を放棄なんてことになったの？氷で行く手を阻まれて、全く身動きが取れなくなったからだな。そんな危険な場所で航海してたのはなんで？この船はカナダとスコットランドなどを行き来して、毛皮などを運んでいたんだぜ。ああ、交易船って言ってたもんね。もともとはスウェーデンで作られたドイツの船だったんだが、
第一次世界大戦の賠償の一つとして、イギリスに譲られたんだ。複雑な経歴があったのね。何しろ北極海のことだし、うかうかしてると死に直結する。そのため船を降りた上で、救助に来る飛行機を待ったんだ。助けを呼べたわけね。ただ、一部の乗組員は現地に残ったんだぜ。どうして？そう簡単に船を見捨てる気にはなれなかったのかもな。動かせるなら動かそうとしてたんだろう。しかし結果的には、その機会は永久に訪れなかった。残った乗組員たちは船のあるべき場所に戻ったが、そこに船はなかったからだ。ひぃ。まあ、それだけなら波にさらわれてしまったのかとも思えるけどね。氷に閉ざされて身動きが取れなくなっていたんだぞ。じゃあその場で沈んじゃったとか。ああ、確かに、乗組員たちもその時はそう考えた。ごくり。しかし現地の漁師が、そこから72キロ離れた場所で船を目撃したんだぜ。じゃあ、どうして氷から抜け出すことができたのかは謎だったが、ともかく乗組員たちはヨーロッパに戻った。そしてそれは、不運な事故として片付けられるはずだった。が、っていう流れね。が、っていうわよね。が、ひ、翌年、なんと480キロも離れた場所で目撃されたんだ。その後も目撃例は相次いだ。あるものは乗り込もうとして果たせなかったり、またあるものは乗り込んだのはいいものの、嵐で10日も閉じ込められた。そしてこの船はその後、乗組員も燃料もなしでさまよい続け、時折目撃された。もう幽霊船以外の何物でもないわね。きっと乗組員たちの幽霊が操縦してるのよ。話聞いてたか？乗組員たちは無事脱出したんだぞ。ともかく、放棄から38年後、1969年に目撃されて以来、その姿を見た者はいない。どうなったの？それが謎なんだ。2006年には、それまで行方不明になった。4000隻の船を探すプロジェクトが行われ、捜索対象にベイチモ号も含まれていたが、発見には至らなかったぜ。ひょっとして乗組員じゃなくて、放棄されて恨みを抱いた船そのものの幽霊なんじゃないかしら。そうかもしれないな。ひとまず私には怖すぎるわ。ジョニーデップ見てお口直ししなきゃ。3. オヨネグロ。未解明の海の謎3つ目は、オヨネグロだ。マヨネギマグロ。これはメキシコのユカタン半島に存在する水中洞窟のことなんだが、オヨネグロというのは、スペイン語でブラックホールだ。名前からして、一旦入ると出てこられなさそうね。水中洞窟ってことは、水に沈んでるということかしら？そう。それがなんで謎なの？それはな、ここで12000年以上前に亡くなったと言われている、ある少女の人骨が見つかったからなんだぜ。この少女はナイアと名付けられた。いや、それはちょっと怖いし、かわいそうだとも思うけど、ただの骨でしょ？そうじゃない。生前は骨のあるやつだったとか？何の話してんだ。ではなくて、このナイアの遺伝子が問題だ。彼女の外見は、現代のネイティブアメリカンとは違う特徴を持っていた。顔も細くて小さく、目と目の間は広く、歯は外向きだ。でも遺伝子は、現代のネイティブアメリカンと同じ特徴を持っていたんだ。外見はネイティブアメリカンなのに、中身はそうじゃないってこと？つまり外見は美しくきらびやかなのに、内面は意外とおしとやかな私みたいな。アメリカの先住民の子孫は、ヨーロッパや東南アジア、そしてオーストラリアからやってきたと考える人も多かったが、ナイアが示唆しているのは、彼らはベーリング海を通って、アジアからやってきたかもしれないということだ。じゃあ私もナイアと血が繋がってるかもしれないわね。まあ、彼女がベーリング海峡由来の遺伝子を持っていたとしたら、その可能性もちょっぴり上がるかもな。ところでナイアはどうしてそんな水中の洞窟なんかにいたの？彼女の生きていた時代には、この辺りは乾燥地帯で、水たまりに見えた穴に落ちてしまったところ。それが意外に深くて、彼女は即死したと推測されている。当時は15歳から16歳くらいだったようだ。突然いなくなってしまって、彼女の家族とか同級生は悲しんだでしょうね。学校はないだろうから、同級生とかはいないけどな。結局のところ、ナイアの祖先がどこから来たのかというのは、はっきりわからないままだ。でも一人の少女のミイラが、これまでのネイティブアメリカンに関する定説を覆す可能性を秘めているのよね。そういうことだな。みんなも水たまりとか地面の穴には気をつけてね。では未解明の海の謎、4番目のやついくぜ。4. ブラックスモーカー。ああ、確かに周りの迷惑帰り水、公共の場所でタバコ吸う人の心理は謎よね。吸うのは構わないけど、自分の家とかにしてほしいわ。そういうことじゃないぜ。ブラックスモーカーというのは、高温の熱水が吹き出す海底の穴のことだ。ブラック、というのは熱水の色に由来している。ここから吹き出す水には、鉛、亜鉛、銅、鉄などが含まれ、それが海水と反応して黒く見えるんだぜ。
ここには地上とか、海の浅いところとは違った独自の生態系が発達している。どういうこと？恐竜が生き残ってるとか？そこまで突飛じゃないけどな。この吹き出す熱水に含まれる化学物質を分解する細菌や、それを食べる二枚貝、エビなどが生息しているんだ。なるほどね。一体何が謎なの？それが近年、このブラックスモーカーのような熱水噴出口で生命が誕生したのではないか、という説が浮上しているんだ。生命ってもっと浅い海で生まれたと思っていたけど、こんな暗いところが生命誕生の場所だったってこと？従来、生命の誕生の際に太陽からの紫外線も重要な役割を果たしたとされている。簡単に言うと、海に漂っていた水素や窒素などに、紫外線などのエネルギーが加わって生命の元ができたんだ。材料を混ぜただけではダメで、電子レンジに入れる必要があったのね。これは何も生命誕生の瞬間だけに限った話じゃない。植物の光合成に見られるように、地表に近いところの多くの生物は、太陽光に依存した生態系を構築している。どういうこと？例えばライオンは何を食べる？そやシマウマとか、ヌーとかでしょ。そのシマウマやヌーは何を食べる？草かしら？その草が食べるのは？人よ、じゃあ。じゃないだろ、光合成で太陽光から栄養を作るんだぜ。ということはライオンに至るまで、地表の動物の多くが太陽光に依存している。確かに。しかし、このブラックスモーカーのような熱水噴出口では、太陽光に依存しない生態系が出来上がっていることから、生命の起源がこの熱水噴出口なのではないか、という説を唱える人が現れたんだ。どっちが正しいんだろう？言って確かめてみるしかないわね。このブラックスモーカーはどこにあるの？どこというより、太平洋や大西洋の大体500カ所ほどに分布している。そんなに？たくさんあるが、深海というだけあって発見されたのはごく最近だ。1970年代のことだぜ。1970年代が最近って、マリサ、どれだけおばちゃんなの？人類史から見ればって意味だぜ。生命誕生の謎とともに、マリサの誕生した年がいつだったのかについても、解明する必要がありそうね。海に沈めるぞ。5、ミルキーシー。では次の謎行くぜ。未解明の海の謎5つ目、ミルキーシー。ママのお味？これはインド洋で見られるもので、海面が乳白色に発光する現象だ。まさか、人類が使った合成洗剤で海が汚れ、そういうことじゃないぜ。このミルキーシーは、何百年も前から船乗りたちによって語り継がれてきた。そんな古い時代から合成洗剤を。罪深いわね。ちょっと黙っててほしいぜ。これは大規模な時で10万平方キロメートルにわたって、海面が均一な光を放つという幻想的な現象なんだぜ。だいたい、ケンタッキー州くらいの大きさだな。鶏肉と同じくらいってことね。言うと思ったぜ。まあただ、何百年も目撃されていながら、この光の原因は何なのか、ということは長年の謎だった。そもそも実際には存在せず、船乗りたちの単なる妄想や迷信だとも思われていたんだ。でも実在が証明されたのよね。結局のところ、現代でも原因は分かってないの？一応は発光バクテリアのせいだという説が有力みたいだ。発光バクテリアって、酵母菌みたいなもの？全然違うぜ。発光バクテリアというのは、ルシフェラーゼという酵素を使って、自ら光を放つ微生物のことだ。光る理由としては、集まることによって海中の栄養素を集めやすくしているとか、獲物を捕獲したり、天敵から逃げる際の目くらましに使ったりなどと言われている。でも、それがこんなにもたくさん集まって、広い面積になるのは謎じゃない？それについては、バクテリア同士が光でコミュニケーションをとって、コロニーを作るのが目的、とも言われているな。それが美しい光景を生んでいるのね。これはぜひ見てみたいわ。というか、オーロラみたいに観光の目玉にしたら、儲かるんじゃないかしら？すぐ金儲けにつなげようとするな。でも残念ながらそれは難しいぞ。マリサ、私の鋭いアイディアに嫉妬して、自信を奪う作戦に出たみたいだけどそうはいかないわよ。そうじゃない。実はこのミルキーシーは、年間に0から2回くらいしか起こらない。でもたくさん人を集めてその場所に行けば、いつ、どこで起こるかも予測がつかないんだ。船の全く通らないような海のど真ん中で起こって、誰にも見られずひっそりと終わることが大半なんだぜ。とても見せ物にするのは無理だろうな。しょぼん。じゃあ結局のところ、これって本当に実在するのかもわからないんじゃない？これまできちんと調査できたことってあるの？一応、1985年に調査船が、ミルキーシーの中を航行したことがあるぜ。その時海水のサンプルを採取し、ミルキーシーには発光バクテリアが深く関わっている可能性がある、
という結論を出している。あとは気象衛星などが宇宙からミルキーシーを捉えて、写真に収めているという例はあるぜ。何にせよ観測例があまりにも少なく、完全な解明にはまだまだ時間がかかりそうだな。それでも、ただの伝説だと思われていたものが実在したなんて素敵ね。6、西温泉ザメ。では次の謎に行くぜ。未解明の海の謎6つ目。西温泉ザメ。サメ？これは北大西洋のグリーンランド近くに住む、サメの一種についての話なんだが、なんと西温泉ザメという種類は、脊椎動物の中で最も長寿だと言われている。長寿って、ツルとかカメとかよりも長いの？言っとくけどカメが本当に1万年生きるわけじゃないからな。この西温泉ザメのうち、最長寿の個体はなんと512歳の可能性もあるんだ。512歳って、ひょっとして、512年前に生まれたってこと？今の発言、必要か？日本で言うと、信長が生まれる30年ほど前のことだ。じゃあ本能寺の変の真相も知ってるかもね。それは知らないと思うけどな。まあそんなわけで、この西温泉ザメは、一体どうしてここまで長生きできるのか。また、そもそもどのような生態なのかが謎に包まれている。いや待って、まさか本人に聞いたら答えてくれたわけじゃないでしょ？実は年齢を調べる方法はいろいろあってだな。例えば目だ。少年、いい目をしているな。目の水晶体と、角膜の大きさを調べることで、年齢を推定できる。あとわかりやすいところだと、毎年体が1センチずつ成長するから、そこから推測したりとかな。この他に放射性年代測定法という方法もあるぜ。ともかくそれで、ある個体が512歳であるということがわかったんだ。それにしても512年も生きてたら、いろいろ大変そうね。いろいろってなんだ？例えば65歳で引退したのに、何百年も老後生活で退屈とか。そもそもサメは仕事しないぜ。まあ人類とは比べる必要もないほど長生きの、この西温泉ザメなんだが、その長寿の秘密はこれまでわかっていない。それどころか、繁殖地だったり、繁殖の方法など、すべてが謎に包まれているんだ。海の中じゃ、なかなか調査もしづらいもんね。何か手がかりはないの？一応仮説としては、冷たい海で暮らしているため、代謝がゆっくりしているから、長寿になるんだとか言われているな。実際、彼らはあまり激しい動きをしないで生きている。やっぱりせかせか働くことは健康に良くはないのよ。私もこれから、働くのは2日に1回にしようかしら？社会から干されるぜ。それにしても、海の底でじっと動かず、500年も生き続けるサメたちなんて、大自然の神秘を感じるわね。これからもずっと繁栄しててほしいわ。ところが、この西温泉ザメは絶滅が危ぶまれている。え、長生きなのにどうして？その理由が、長生きだからこそと言ってもいい。つまりこのサメは、メスが生殖可能になるまで250年もかかる。150歳の初恋。だから全然個体数が増えず、いわば少子高齢化の状態にあると言ってもいいんだぜ。日本政府なんとかして。日本政府は関係ないんだけどな。というわけで、今日は、未だ解明されていない、海の謎について紹介したぜ。海には美味しいものだけじゃなく、ミステリーもたくさんあるのね。私という女のように、神秘と謎に満ちた海。みんなもその魅力に触れてみてほしいわ。なんか気持ち悪いんだぜ。ってことで今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。